皆様こんにちは。東京印象館プリンティングディレクター高柳昇です。本日は私が手掛けた写真集を一冊紹介させていただきます。こちらはですね、写真家久門健太郎さん、2020年のですね12月、平凡社様より刊行された光の地形という写真集になります。これはですね、8つの半島を久門さんが丹念に歩いて撮影された写真集、半島の写真集になります。久門さんはですね、後書きの中で、半島はそれぞれの場所に日本国を作ってきた歴史があり、豊かな食、またかけがえのない文化が残っているというふうにお書きになっています。実際ですね、私がですねこの写真を成果印刷させていただくのにあたって、当然のことながら久門健太郎さん独特の色使い、独特の雰囲気の写真になってました。それをじゃあ私がどう引き出すかということになるんですが、私の中ではできる限り久門さんの撮影の意図を感じ取って制覇したつもりです。ただですね、私もこの能登半島というところ、輪島とかですね、金沢等は個人的には好きな場所のもんですから、車で3度ほどお邪魔して観光や金沢の美術館を見に行ったりしてるんですけども、やはりですね、私自身なかなか一旅行者としてしかこの地域を訪問したことがないんで、例えばこの能登半島のページを見ますとですね、こちらの見開き写真になるんですが、老婆がですね岩に這いつくばって岩のりを取ってるんですね。こういう厳しい自然の中で毛糸のほっかむりまでしてますから、結構寒い時期だとは思うんですけども、ここまで岩のりを丹念に積んでいるという、こういう厳しさっていうのが想像できなくて、この写真を見てね、私唖然としたんですよ。こういう生活がこの地域にはあるんだと。もちろんその久門さんがですね、この写真をお撮りになるにあたって、その写実性も重要にしつつ、なおかつ久門さん独特の色使いで表現としての重みも出してるからかもしれませんけども、私自身ですね、こういう厳しい中で生きている方々にはですね、非常に心を惹かれる部分があって、全ページくまなく1日かけて写真を拝見しました。その中で一番今の疑問点としては、久門さんがですね、なぜこういう写真を撮るかというところはですね、私自身またその辺のですね、久門さんのお話を伺って、私の製版印刷に生かしたいと思ってます。ぜひ皆さんもですね、もしお手に取る機会があったら、非常にこの写真集、面白い写真集ですから、面白いというのはですね、息つく暇もなく次から次にこう圧倒される写真が出てきますので、ぜひお手に取ってみてください。よろしくお願いします。印刷のインクの濃度がですね、なかなかやはりそのプリント、出力されたプリントと比べても、通常の印刷ですと濃度が弱く感じてしまいますので、やはり写真集を久門さんの作品だというイメージを持たせるためには、印刷をある意味一般的な印刷の濃度よりも多量にインクを盛る、要は濃い印刷をするしかないということになります。そうするとですね、濃い印刷をしようと思うと、インクが多量に紙の上に転移されてくるわけですから、当然暗部の会長は潰れやすくなります。具体的に言うと、例えば製版上では96789%、 9678ぐらいまでの網点の会長は残ってるんですけども、そこが潰れてしまいますよね。そうしますと、この久門さんの写真ではですね、結構貴重な重要なですね、暗部の会長表現というのが多数ありますから、そこはしっかり印刷を、濃い印刷をしても会長が潰れないような製版設計をするしかありません。なおかつこれを印刷する印刷機の癖といいますか、性能も加味しながら、暗部の会長を写真よりもいただいたデータよりもですかね、少し会長を豊富にします。またこのタイトルのように光の地形ですから、光をどうするかということになりますよね。この場合紙がですね、 B と合紙になりますから、どうしても例えばコート紙、あるいはアート紙のような平滑のですね、平滑度の高い紙と比べると、少し印刷は鈍く暗く見えてきますから、当然製版的にはハイライト側も気持ち明るくセットアップしなければいけない。要は会長、いただいたデータでは残ってる会長だけども、ギリギリここまでは明るくしてしまおうというところをですね、思い切って設定しなきゃいけませんから、
それを設定することによって今度はですね、名部が比較的明るい部分のですね、会長がですね飛び気味、要はちょっと会長が不足になります。そこをですねどうするかということがついてまいります。例えばそれを当然ハイライトポイント、写真の一番明るいところは若干飛ばし気味にして、次の段階、ちょっと今度は会長が始まる次の段階をちょっとボリュームアップしておくとかですね、あるいはそこが夕焼けの空の色だとすれば、少しその辺の会長を特定識域を使ってですね少しフォークにしておくとか、その辺の工夫が必要になります。またですね、インクを盛ることによって、要は濃い印刷をすることによって中間調も少し暗く上がりますから、場合によっては中間調も明るくして暗部をしっかり盛り込むということを対応する必要があります。大きく分けるとその3つがこの写真集を正版印刷するにあたり工夫点になります。当然ながら一点一点各論で、この人物はこの暗部ディテールはこの仏話という形でですね、各論書にも全点してありますので、その結果がこの写真集になります。ぜひお手に取ってご覧ください。